どうも、ラムです。今日はですね、ゆるい感じでやっていこうと思うんですけど、センター試験でした。お疲れ様です。今回ね、センター試験でなんかムーミン事件、ムーミンの問題が出て、なんかムーミン人生狂わされた後すごい炎上したらしいんですけど、地理のね、問題だったらしいので、今回のセンター試験の地理の問題をね、解いていこうと思うんですけど、普通に解くんではなくて、ペンにね、1、2、3、4、5、6とか書いてさ、ゴロゴロ転がして、その出た数を書くっていう、あったでしょ。今回私は答え分かってても全サイコロで答えたいと思います。ちなみに私は平成生まれなんで、そんな鉛筆持ってないので、このサイコロアプリでやっていきたいと思います。やだな、チリね、文字見るだけで嫌や。チリほんと嫌いなの、苦手。ちなみにこれただの検証なので、問題は読んだりしません。ただひたすらサイコロ振って書いていくだけです。いきます。5、4までしかないじゃん、これ。もう一回引こう。2、はい、5で、次は3、1、次、はい、皆さん飽きたと思うので早送りします。あ、ムーミンだ。ムーミン来たので早送りストップして、重要な問題なんでね、これ。ここが例のムーミン事件ですよ。ムーミンいます。数々の人生を狂わせてしまったムーミン。いきますよ。6、ない。もう一回。2はハリヨンコセマクサー。ムーミンだけ先に答え見ちゃうんですけど、これなんだ、28だから、すげえ、これいけるんじゃない、センター試験受かるんじゃない。こんな感じのまたやっていこう、最後まで。あともうちょい、終わりました。結果発表、オールサイコロで答えた結果34点。じゃあこんな感じ、ぼちぼち合ってるのよ。普通にこれ高校で取る点数だよね。めっちゃリアルな点数だと思うんですけど、苦手な科目大体こういう点数だった。赤点ギリギリみたいな。で、今回のセンター試験の地理の平均点が68点、だからもう68点の半分の点数だよね、34点。だからこれ赤点なので良くないです。まあこんな感じでやったんですけど、まあ検証なので、これは絶対みんなサイコロに頼るな、ちゃんと勉強しろ。ラムの格言、サイコロには絶対頼るな、教訓として皆さん覚えておいてください。ということで、まだ私立入試が控えてる子もいると思うので、その人たちも頑張ってください。サイコロは絶対ダメよ。ということで、以上ラムのゆるゆるラムチャンネルでした。バイバーイ、毛穴。